見学形式なもの、それからインドへ、インドでもそういったようなものだったと思いますが、中国に渡って初めて、粘土を焼き締めた、まあ今のそれでもまだ形は今の瓦とは違って、この円筒形を真っ二つに切った丸瓦、これを一本筋を丸い筋をずっと並べて、それから今度は反対に並べて、こういうのを丸瓦と言いますが、そういうのが初期の瓦だったと思いますが、空気が入らないようにこうできるだけ土を空気が入らないようにへこんだところを土を埋め戻す。だいたいこの成功型の面になったところで、そして余分な切り取って、まあ切り取らなくてもやれるんですが、それで実は こちらに貼り付けて取る、裏返して、まあ、強くバタンとやらなくても、あ、そっと置いていただいて、この辺にグッと力を入れると割れることがありますので、まあ、両側を持ってグッと力を込めてやって、そしてそうするとこの桔梗という花ですけども、家紋ができて、そして実際楽しかった、作業されて楽しかったです。結構難しかったです。完成して良かったです。じゃあみんなでやっせーの、できたYeah.